皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル2スカラーオブザファーストシーン遊んでいきましょう。さあ前回についてこの新マップアマナの祭壇を攻略中です。でですね、中間地点ここにやってきました。前回最後ね。で問題ここから、ちょっと待ってね。あのブレスがですね、あれ3なんだ。装備の耐久が減ります。一旦、この手前かな、こいつら。で、処理って。はい。んで、こっから奥かな。まずい。寄ってきてる。くそー。毒や。よし。で、さらに、これやって。あー、くそ!多分これ結構減ったかな。ちょい待ってね。見てみる。あ、ただ、10ぐらいかな。10ぐらい減ってます。くそ!これが本当にやらしい。で、さらにね、ここね。これも本当にやらしい。ここはこれ矢使うわ。買っといてよかった。もともとね。こいつ。これまあ毒矢で芝居って。4発。4発当てれば死んでくれる。あとそうね。これかな。他もこれババッといけないわ。ほんとに。行ったらこれ死ぬもんね。だって。で、4発。さらに、そこなの、これはちょっと待って、今回復したろ。おい。こいつ死んだね。いやー、待って、これ回復がすげえな、これ。誰それ。回復担当。マジで誰?よし。多分そこら辺かな?さらにいる?いや、もういないかな。パッと見ね。いや、いたわ。すいません、そこいたわ。こいつか。多分ラストかな。これね。で、4発。はい。どうだ。多分いったろう。いいね。固まった?よし。さて、こっからです。これから本番スタート。もういないね。それ、あ、いたわ。もう、ゴキブリのようにいらっしゃる。そこね。この配置これ、えぐ。今んとこ、雑魚の配置は劇中で最えぐかな。ここね。よし。で、死んだの確認して、ここからだ。これ3発。待って、なんか音がした。何?なんかいいの?ここもな、これわからん。深さが。ちょ、待ってね。この虫ってこれ何?なんかデメリットある?ないかな?あー、くそ、あいついたわ。石鉄の両刃剣。これ取れる?こう回って、そっち行くとこれ死にます。で、こうね。よし。最後のあれ魔法です。これで持って、次どこに行く?これでまた死んだら、今の工程を最初からやるんだ。これがね。
で、多分これ渡って。うーわ、待って待って、キンドロちゃん、誰だよ、こいつ。キンドロ。いやー、しかもこういうタイプか。マジか。ちょ、待ってな。あ、あ、まずい。これ、こういうこと死ぬ？魔法タイプか、こいつ。うーわ、やだな。まあ、ただ、接近戦に弱いはず。しっかりガードして。危ない、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 危ない。ただ、そっち行きすぎると、多分そっち行くとまずいんだろうな。出た、ダークボール。こいつやらしい。どうしようかな。毒弓。これ当たるか。いや、ガードしてる？それ強いって、それ。何こいつ、こんなん来た。いやー、えぐい。ちょっと待ってね。この石柱の影。これ、きついわ。こいつ、マジできつい。もう回避するしな。足場がね。ここだ。逃がさん。で、多分魔法かな。この地味なバトルよ。はい。いったか、よし。あぶねえ。ほんとに油断できんわ。奇妙なキンドロ。名前可愛いけどね。で、人の像。だらね、こっから再びの民家。多分またの歌姫かな。歌ってるもん。ちょっと待ってね。これなのか。話せる。亡者化してる。あ、消えてった。これ何？こっから。脇も行けないかな。こっから下っていく？そっちも。無理ね。となると、この地下か。お家の中。で、さらに君の壁。これボス戦かな？でもメッセージがない。うわ、ボスだ。歌うデーモン。何？カエルの口の中か。これ歌ってんの？ずーっと。うわぁ、フードか、それ。あれ？ちょっと待って。なんかボヨンってなった。通らない。つまり、顔面に通せってこと？ここにってこと？これ、雷は相性悪いかな。どっちかっていうと炎か。これ、超強そう、やっぱり。危ねえ。いやー、なんだこいつ。これ何？またの雑魚処理すんの？いやー、こっからか。あの雑魚処理が本当にきついわ。またやんのこれ。さて、リベンジ。あのソルナー取れるかな。どう倒そうな、こいつ。ガードが通用する？距離取って何してくんだろうっていうか、手が生える。で、銅が来る。これチャンスっぽいな。3発で、フードかぶる。出てきたらまずいわな。で、リターンか。まあ基本これ誘発って感じなのかな。で、欲張らない。あのビッタンビッタン怖い、ほんとに。焦って。今当たった、こっち。雫石。で、ビターンかな。3発で、この最中多分何もしてこないと思うんだけど。あ、そうそう、さっきこれで死んだんだ。
あれか、多分あの火力を鳴らしてしまったらもう攻めらんないわ、怖くて。おお、突進来る。離れすぎもアウトかな。これでゲロ入ってる。で隠れて、基本攻撃隠れて攻撃隠れての繰り返しかな。足どんどん、本体出せ。でこの次ね、あ、何それ、水か、しずくし。いやー、これな、なんか地味ながら強いやつだな。地味厄介、ほんとに突進怖いし。これガードしてみる。いやー、これガード負荷か、今のガーフだわ。しっかり返る。これまずった。で回復して、怖い、非常に怖いです。でドン、チャンス。あ、これまずいですね。おお、いや、それ食らいすぎだろそれ。ちょっと待って、2発飲む。3回飲んじゃった。まあいいや、たくさん飲む、たらふく飲む。でビターン、しっかりロリって、いけなくはない。ただ全然事故る可能性もある。この距離まずいな。あえて寄っていく、それ弱いんだな。怖い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 。3発、もう2セットぐらいかな。ドンで寄ってって、これ問題、そうそう、これね、足方向に回避、危ない。いや、まだあった、いけるか。4発、よし。いや、ヒヤッとした。やったどー。あとですね、鍵、何、風神の鍵、土下座じゃねえや、風神の鍵。いや、あれやっぱ武器かな。ちょっと待ってね、多分武器だった。でこれだわ、風神の鍵。風神の扉を開くための剣、武器としても使えるのが鍵である。この鍵を刺された風神は歓喜と絶頂の中でその役目を終える。かつて人であった風神は己の快楽のため永遠に鎖に縛られることを選んだ。そして鍵を刺してくれるものをずっと待ち続けている。これやっぱの塔か、あそこの鍵かな。キーブレード、風神ね。んでこっちか、勝利万歳。シンプルながらやべえボスだったな。で、何、飛び降り注意。そこね、そっち行っちゃうと死にます。ここら辺はアイテム、特にないかな。で、そっちから来たんだ。で、こう抜けて、こっちに来ました。死の予感。ここに敵ね。かがり火ないか。あとそっちへ行ければ、そこに塔か、あと扉ね。どっちかっていうとこっちかな。あっ、バジがいた。あー、さらにいた、結構いた。これ一旦退却かな。うわ、それな、今作これ石化ってどうなんだろう。死ぬ、即死かな。こいつ元気なのが残ったな。はい、で総合石、
今作祖先は使わないかな。なんかダクソ3でね結構お世話になった記憶がある。蘇生の A ストック、これは魔法の矢、弓矢ね。いや、ここ矢使うわ。あ、で香木か、さらにかがり火、香木は2つ持ってる。こっから上行ける。まずこいつね、これしばくわ。で、しっかりアンロック。たまにこれ忘れます。でね、ここから上行けんだな。あと一番最初のこのほら、あの枝のとこね、あれ何だったんだろう。亡者が必要。亡者、これってこと？うわ、亡者じゃん。これ敵でしょ。これ結構いない。亡者が必要。そっち、そこにあの毒ガか。これなんだろう、その死んでないと開かないとか。はい、で毒解析、これいいね。2つも。あ、で多分これだの最初か、一番最初だったっけ。こうつながる、いや違うのかな。ちょっと待ってね、よくわからん。あとすごいなんかやべえのいるわ。ファイヤーボール、こいつはどうしようかな。ロウソウかな。これやばそうだな、結構死んでるもん。ただあいつのあのリーチね、幸いあれが短いんだ。バカめ、つまりこういうことができるんだ。当たってね、毒矢。当たってる？とりあえずよし、毒になったかな。あ、なったね。でしばらく待ちます。ガードすれば大丈夫か。まあ、だからこれパパッといって死んだら怖いな。ガード、よし。あ、でこいつ亡者か。なんだこいつ、友人の予感。やっちまった。あ、で何これ、スタート地点じゃない、ここね。これ何、なんかやばいとこ来たな。多分これアイテム回収イベントかな。ミルファニとこの意識がねほぼないという歌姫。この先油断に注意。そこまたいたな。これあんまりこっちに来ない方がいい。これどこ行くんだろうっていうか、あっちの先は何だったの。
それまずいやつだな。多分起爆型かな、地雷っぽいやつ。そこに寄ってくとまずい。チャンス。いやー結構吹っ飛んだ。ここは壁の中、なんだこれ、火の種、抜け道でもない。うわここ、この先もいいのか。何ここ、これどうなってんの。こいつメインスかな。まあどっちもいいか。メインスの方がうまいかな。はいよ。でこの先宝箱、あ本当だ、これね。ここ何、これまだ続くの。人斬り、一旦そうね、人斬り。これ見よっか、人斬り。運ぶれのひどい刀剣、一見使い物にならなさそうだが強力な毒を持つ。あまりに多くの命を殺めた刀はその刃に染みついた血を毒へと変える。これで終わり。ここもこの先が見えない。あ多分終わりかな。ですかね。ここもないね。いやそこにあったわ。こういってここね、これで終わりかな。で戻ってあの扉か。あと風神ね、かがり火の探求者。これ使うんだったらどこいいんだろう。多分マラソンかな、アイテムの。なんかおすすめのスポットあります？怖いとか。現段階では一回も使ったことない。敵が復活してあと強くなるってやつね。でバーッと戻ってあの扉か。てかあの王様は、バンクラッド王は、一旦これで休憩かな。ソウル4万。んで、危ない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 。これで、そっちの底かな。ちょっと待って、これ人懐っこい。可愛いけどね。何それ、昇竜拳。初めて見た。これまず石化だな。はい。よし。これで、そこね。まあ、多分そいつは弱いかな。これ開くか。3発。これ、開く。霊廟ですかね、なんか雰囲気的に。後ろ左これ右だろで前だろ下が有効。これでさらにエレベーター、かわいいやつ。こっから何、また下る。こんな感じのエレベーターでここに来たね。また下っていく。で、ツイーターっぽい。ここ何？王城の一部？結構造形的に似てるね。あ、で、かがり火。不死病。また君か。いや、これびっくりすんだよ。
骨誰なんだろう。どうしますか？安寧を望むか否か。イエスかな？で、帰ってた。なんだろう、敵。いや、敵じゃないよ。おそらく、何かしらの案内に、それが警告なのか。ここら辺は、亡者。ちょ、待ってね。いや、何もないよ。宝箱、ないかな。これも灯ってんの？いや、灯ってない。火を灯す。これそうだね。こっからの塔かな？風神か。一旦あそこ行こうかな。あと、レベルアップ。風神行ってから、レベルアップかな。ちょっと待ってね。あとですね、多分キサキか。バンクラ堂の奥さん。あの人と話したことによって、このかがり火の個数ってのがね、明らかになりました。ほら。ここに1個とか、ここに3つとかね。これは勝手にね、分かるようになっています。残るかがり火、これはこんぐらいか。てかまあエリア数ね、こんだけありますと、まだまだクリアは遠いかな。嬉しいけど。で、ドラングレーグ。中層だったっけ？で、確かここの、一番上。これだよね。さて、で多分ここにぶっ刺すのか。そこ、そう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 、こうね。あ、で消えちゃった。使うとこれ消えるんだ。でこの人何くれんの？いや、昇天して終わり。あと、死者の指輪。これ初アイテム。これ見ておきます。これですね、死者の指輪。この指輪の装備者は、亡者となっても聖者のままの外見を保つ。不死病は死んだ者に再会できる場所とされている。死から逃れられる者はいない。だが失われた者こそ、人は求め続けるものだ。まずまで外見の偽装ができますと、聖者になれる。いつでもね、外見だけは。
で、宝箱の予感。これで終わりかな。どう使うんだ、不死病。で、コッペンだ。最後にそうね、レベルアップかな。で、今回そうね、できれば時給伸ばしていきたいんだけど、もう上がらないんだな。となったらやっぱ、生命かな。これ無駄に伸びます。20ポイント。未だに伸びる。じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして、で、次回は新マップの不死病、あそこみっちに攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウル2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。